のお姉さん五十嵐美希です。今日はなんと東京湾にやってきました。風が強いのでアナヒコくんはお休みです。くそ、今日はせっかく外にやってきたので広いスペースを使ってできるとっておきの実験を考えてきました。それでは一緒にやってみましょう。レッツサイエンス。材料は生クリームと容器です。生クリームは動物性のものを使ってください。私は高梨の純生クリーム、乳脂肪分が 47% のものをいつも使っています。この生クリームを容器の中に入れます。容器の蓋を閉めて思いっきりこれをシェイクすると、なんと生クリームがバターになります。ただこれたくさん振らないといけないので、今日はダンスをしながら振りたいと思います。それではレッツダンシング。それでは本当にバターになったのか見てみましょう。じゃん。さあどうなったかな。お、なんと固まってバターになりました。生クリームの中にある脂肪分が振動によって膜が剥がれて、その中の脂肪だけがこうつながることでバターになりました。今日はこのバターをじゃん食パンに塗って実際に食べたいと思います。じゃあこれ塗ってみます。それじゃあいただきます。うん、おいしい。とってもまろやかでおいしいです。この大空の下踊った後に食べるパンはおいしいね。これみんなもお家でやってみてね。それじゃあまたね。この動画がためになったというお友達はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。あと先生に質問ややってほしい実験があったらぜひコメント欄にも書いてね。お待ちしてます。